やるじゃないか。それだけステージ度胸があればあんた女優に向いてるかもね。じゃあ解放者になりきって何かセリフを言ってごらん。演技はどうもな。人々を救えるなら命など惜しくはありません。懐かしいね、そのセリフ。声にいくらか迷いがあるのが人間らしくていい演技だ。あんたにだったら解放者の役と衣装を譲れるよ。そうか、あんたも昔解放者を演じたのか。演劇はこの町の人々の夢なんだ。ステージは一晩限りだけど、その夜が素敵な思い出になればたくさんの人に大きな希望を見せることができるんだ。さあ、お客が待ちかねてるよ。フィナーレをしっかり演じてきな。ウィス、頑張ってきます。いやテレポ使いたかったんだけどな。舞台に入る見事なドレスですね。カスタマイズしなきゃいけないんだったよね。これの場所を変えるのは並び替えこうか。なんか作んなきゃいけないんだよね。クレッセントムーンで、まあ何でもいいんでしょう。使わないやつで。ファイラレベル3結構強いんだな。これ魔法のやつにしようかな。最大値30 ATB 初期が、あーでも別にあれが上がるわけじゃないんですね。じゃあいっか。これは、これで戦闘はやめましょうね。あーでもどうかな。一応やっといた方がいいかな。これで戦闘になる可能性はあるもんね。魔力を上げる方でいきたいですね。じゃあ一旦黒魔法外して、これで作るか。クレッセントムーンとソウルリベレーターにユノソビスタつけて、で魔性のクレストとルーンリングでファイラー、ファイラー、エアロー、ブリザドー、サンダーとサンダラどっちがいいかな。 BC、 まあこっちだよね。食べちゃうよ。いやー、これをあげるから許して。チョコボのお姉ちゃん気にするな、恥ずかしいだけだ。今のライトさんに燃えた人はかなり多いでしょうね。自分もそのうちの一人ですが、ホープが何も言わなかったのもまた面白い。てか言う前に釘を刺したライトさんも面白かったよね。テレポできないな、グローリーポイントが足りないですね。困りましたね、どうしよう。ノエル倒しに行こうと思ってるんだけど足りないんだよな。6時までに行かなきゃいけないんだよね。どうしよう。グローリーポイントが足りなくていけない。あ、そっか。電車で行けばいいのか。これ終わった後電車で行けるかな。こんな状況でなければゆっくり宴を見て回りたかったですね。ああ。だが先に大使の問題を片付ける。人々はスノーのことをどう思っているんでしょう。以前は良き大使であったようですが、人は変わっていくものだ。何百年も生きて変わらない方がおかしい。けれどスノー、私はまだ信じられずにいる。バカがつくほど前向きに未来を信じて、大切なものを守るために傷つくことを恐れなかった。そんなお前が絶望に取りつかれてしまったというのか。私のいない数百年でお前がどんな思いを背負ってきたのか、
オッケー。準備できたようだな。フィナーレまではまだ時間に余裕がある。ここで待つか。あー、そっか、そうなるのか。3時までにノエル倒して帰ってこれるかな。予言が約束した未来、私を倒し手に入れろ。さあ、じゃあサクッといきますか。かかってくるんだ。綺麗に倒せるかな。終焉を思い知れ。ここだ。スパークブロー打ちまくって、うわー、それでもこんだけしか食らわせられないのか。きついなこれ。うわ、たったあんだけしか食らわせられないか。これはきついかな。サンダラ、リジェネガー、スパークブ、その後なんかメテオジャベリンかなんか食らっちゃったもんね。あれがまずかったな。サンダラノックアウトしたけども、サンダラ、あんたは罠にかかった獲物だ。リジェネガード、オッケー、耐えたね。スパークロー、強え。リジェネガー、サンドラ、リジェネガード、サンドラ、スパークロ、まずい。それは食らっちゃいましたね。一番食らっちゃいけないやつを食らっちゃったね。スパークブロー、サンダラノックアウトしても何もできねえよ。回復に努めて。くっそ、まだ勝負はついてない。サンダラ、リジェネガード、デシル、サンダラ、間違った、デシル、変化して仕掛ける、悪く思う、耐えれた、危ねえ。来た、ノックアウト、ここだ。間違え、エリアブラスト撃っちゃった。戦う、きついな。サンダラ、リジェネガード、サンダラ、スパークブロー、いけそうか。リジェネガード、サンダラ、デシル、リジェネガード、オッケー、スパークド、デシル、サンダラ、サンダラ、ブレイクしないか。これはガード。いやー、きついかな。赤忘れた。サンダラ。もうちょっとで、ブレイク。もうちょっとでブレイク。うはは、死ねえ。
デシサンドラ。OK、スーパーアークブロー。デシ間違った。うわ、だいぶ食らった。サンドラブレーキきたー。ここだ。撃てー、倒しきってくれ。よーし、勝った。くっそきつかったんだけども、つえーノエル。なんか早めに倒さないとノエルくんとか強化されるらしいんですよね。だからちょっと焦ってました。お前が夢見た未来は消えた。カリウドが解放者を撃つ予言が崩された以上、その先に示された未来も実現はしないだろうな。勝手に終わらせるなよ、人手なし。いいから待ってろ、もうすぐぶっ殺してやる。ああ、やってみせろ。ユールが待ち望んでいる。あんたの血にまみれた手でユールを抱きしめてやるさ。分かってるって。あんたを殺して未来を掴んでもユールが喜ぶわけがない。そんなこと鼻から気づいてる。気づいてるけど手遅れだ。なぜ殺さなかった？ユールが彼女ならそうすると思った。ユールには未来を見る力があった。見たくもない残酷な未来を見て命を削られていった。多分自分がいつどう死ぬかも見えていたと思う。それでもあいつ生きたんだ。ひどい未来が終わりが見えてるのに精一杯笑ってさ。それに引き換え俺が未来を知ったらこのざまだ。予言に取りつかれてあんたを殺すことばかり考えていた。こんな俺なんかに会いたくないさ、あいつは。だが壊してしまったら。この方が未練がない。予言は果たせなかったんだ。ユールにはもう会えない。今何か。ユール、導きに従ってあなたの魂は未来へ行ける。もうすぐ会えるよ、ノエル。許してくれと言うつもりはない。俺はあんたを殺す気でいた。私がそうさせたんだ。500年の間積み重ねた思いを解き放ってほしくて追い詰めてしまった。その償いはする。ユールの言葉通りお前を未来へ連れていく。全てが生まれ変わる新しい世界だ。それは神が作る楽園なのか。そうじゃない。当たり前のように生きて暮らす人々が力を合わせて築く世界だ。
居場所はないな。闇の狩人には。約束、新しい世界が始まるまでに闇とは縁を切っておく。必ずだ、約束する。おー、ノエル、とりあえずメインクエストコンプリート。ユールと出会えてよかったな。